皆さんごきげんよう、お島です。はい、文様系大丈夫ですかね。まずはじめに、YouTube の登録の方がですね、8000人になりましてありがとうございます。去年、いつだったか始めたの？去年でしたっけ？去年の、1年ぐらいなのかな。そうですよね。でも違うか。2019年か。2019年の、9月ぐらいだったかな。その中国公演行く前に、ちょっと中国ってなかなか行かないじゃないですか。なので、中国公演行く前に少しこう中国の様子を伝えられたらいいなみたいな感じで、じゃあ YouTube だと動画ね、こう長いんで、それまではまあ Facebook とかその Instagram とかさせていただいてたんですけど、写真だとね、こうリアル中国が伝わらないかなと思って、ちょっと中国の状態をね、こう皆さんにこんな感じなんですよっていうのをお伝えできたらいいなと思って、もともと YouTube 始めたわけですね。で、やっぱり YouTube になるとこの動画ってこうコンテンツ量が全然違うじゃないですか。今まで僕はなんか毎日こう配信したりとかね、インビザラインとかなんかでやってますっていうのは写真とかではあったんですけど、やっぱり動画になると僕のこうお話ししている量とかってやっぱりこうボリュームが全然違うと思うんですよね。なので中国公演の時に、あと暇だし、一人ですから、中国公演行って一日公演して、で終わったらインビザラインチャイナの方が待ってて、でもうすぐもうお迎えの車が来て空港に行って、で次のお迎えの方が待ってて飛行機に一緒に乗って行って、で着いて空港、ね、からホテルまで行って、でもちょっとラーメン食べて、やっぱ食べたいじゃないですかラーメンね。それで夜の11時ぐらいにチーンして、でもその後ちょっとこうプレゼン作ったり、あとなんかこうせっかく中国来てますから、ここの都市がこうなんだとかね、そこの都市のなんか文化をちょっと学びたいなとか、歴史を知りたいなとか、そういうのをすると大体2時か3時ぐらいになって、で朝7時に集合してご飯食べて、ちょっと走ったりしました。その時はコロナでもなかったんで全然違いますよね、コロナの前はね。で、あ、中国すげえなーなんていう感じで走って、で公演して、朝の9時ぐらいからね、早いんですよ中国もから5時ぐらいまでで、公演が終わったらまたっていう、そういう感じだったんで、まあ、ちょっと面白いんじゃないかなということで YouTube を始めさせていただいて、で今8000人の方が登録していただくような感じになりまして、この場を借りて感謝させていただきたいと思います。ありがとうございます。で、今日はですね、このちょっと面白い論文、アライナー共生の論文なんですけど、それをご紹介したいなと。で、本来これは僕がですね、僕のオンラインサロンでよくやってるんですね。で、今日は2部構成で、初めの前半の部分をこの YouTube の方で、で、後半の部分をオンラインサロンの方でお話ししたいと思いますので、ぜひ後半の方も見たいなと思う先生は、ここの、概要欄の方に、オンラインサロンのリンクが貼ってありますので、そちらからちょっとオンラインサロン何してんのと覗いてみてください。あと、ぜひね、最後まで見ていただくと、なるほど、アライナー矯正治療ってここなのかとかね、アライナー矯正治療のその真髄はここかみたいなのがね、少し見えてくる、もしかしてちょっと分かってくると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。あと、面白いなと思ったらぜひ高評価ボタンとか、もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ね、で、今日のですね、この論文ってすごいいっぱいあるんですよ。で、僕の、アライナー矯正6回コースでも、論文の話出てくるんですね。ビシ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 。なんでかっていうと、僕はアライナー矯正の論文とにかく全部読みました。で、知らないことはないという状態にしないといけないなと思って、まず論文を読んだわけですね。で、当時ね、読み始めた時に、だいたい400ぐらいあったんですよ。今はもういっぱいあります。特に最近中国のね、僕が2019年、さっき YouTube の話しましたけど、China Orthodontic Society COS っていうのがありまして、いろんなアライナーがあるんですよ。インビザラインだけじゃなくてね、中国の
アライナーシステムもありますし、いろんなアライナーの論文があります。ね、王さん、著者が、著者が中国の方でね。そうなってくると、やっぱりね、中国の方が食べたんじゃないんですよ。そうじゃなくて、どの先生が書いている論文なのかとか、あとこの先生の論文は、この潮流とかね、そういうところも読んでる論文だとかね。なので論文ってただ読めば良いだけではないんですよ。もっと言ってしまうと、大学もね、このまだ卒業して若い先生たちの研究の論文でまとめてね、これは効果がありましたよ、もしくはこれ効果ありませんよ、でもその効果がなかったものも本当に上手い先生がしているのかと、まだちょっと経験が少ない人たちがスッとしているだけなのかもしれない。それで効果がない、効果があるっていうのはどうかなっていう感じますよね。なのでよく今の時代ね、こうインターネットで論文検索するから別に海外の子が行く必要ないじゃんとかね、海外行く必要ないでしょうというふうに思う若い先生結構多いと思うんですよ。で、なんかまあ机の前に座ってインターネット見て、で論文検索して、あ、新しい論文出たなって引っ張ってきて、あ、これ効果、ちょっとやってみよう、そういう薄い感じになると思うんですね。でちょっと時代古いかもしれないけど、海外に行ってで実際にアメリカだったりドイツだったりイタリアの矯正歯科学会に僕毎年行って、この先生は本当に講演してる、でさらにその講演してる先生のそのレスポンス、オーディエンスですね、もし学会で講演します、でその時にその会場がバーッと埋まってたら、それだけやっぱり興味がある、そのイタリアだったりヨーロッパだったりこの先生の見たいなっていう講演なんですよ。でその先生の出してる論文なのか、それともあんまりちょっといらっしゃらない先生がね、どんどんいらっしゃるんで講演でもね、だからドキドキするんですよ本当に。僕も大概で講演するときにもう扉開けた瞬間にいっぱいいてくれみたいなね、頼む来てくださいみたいな感じで思うんです。寂しいじゃないですか、ガラッと開けてあれみたいな、ポツンだとね。なのでまずどの先生が出している論文なのっていう、その論文にも質というのがあるんですね。最近こうね、鬼滅の刃ってすごいじゃないですか、日本のその興行収入1位ですよ。でまだね、上げてると。でそれって同じ漫画ね、例えば集英社のジャンプ、週刊ジャンプの一つの漫画かもしれないけど、日本の歴史のその興行収入の1位をこうどんどんこう塗り替えている漫画ですよね、原作はね。でもそうじゃない漫画もあるかもしれない。だから漫画といってもクオリティもいっぱいあるし、同じ作者だったらちょっと面白いんじゃないかとか気になるじゃないですかね。なので誰が書いてるのか、誰が出してるのかってすごく重要と。なので僕はそういうアンテナをね、こう張り巡らせる必要があるんじゃないかなと思って毎年生き続けてると。で生き続けてるとこう流れが見えてくるんですね。新しい人だ、でも実はこの人って昔ここでこういうことやってて、こうやってそれでここに来てるんだよねと、新しいと思うかもしれないけど実はここでこういうことしてたんだとかね、そういう点と点がつながってくるんで、なるほどと思うわけですね。なのでやっぱりそのインターネットというものは非常に便利なんで、そういう感じで論文検索もすごく重要ですけど、でもこの人ってこうなんだよっていうのを知ってる、もしくは僕が今回おすすめするのもそういう感じでおすすめするんです。でこの論文もですね、なんと僕の友人でもあるし、この写真ね、2018年の時のイタリアの矯正歯科学会で一緒に講演させていただくきっかけをいただいたのがこのヴィンセンゾ教授なんですけど、イタリアのナポリ大学の教授なんですが、この先生のチームが去年出したね、この論文があるんです。この論文がインテグレーティングコーンビーム CT& バーティカルモデル、バーチャルモデル for ルートムーブメント with クリアアライナー。どういうことかというと、
今までというかね、今主流と言われているそのアライナー矯正、インキザラインもそうですしね、さまざまなアライナー矯正システムというのは、とにかくスキャナーを使って歯間をバチッとね、歯間の形態を取ることができると。で、今すごく人気あるでしょうと、ね、患者さんにも人気ある、先生方にも人気あると。ただ歯根を全く考えてないんじゃないですかっていうことなんですね。でそれについてインテグレーティング、こう結合させる、歯間のデータと歯根のデータを結合させてコーンビーム CT と、それとバーチャルモデル、スキャンした患者さんの歯のモデルね、そのモデルをくっつけて、で歯根の動き、ルートムーブメント、歯根をどうやってコントロールするのか、クリアラインになってという話なんです。よく、まあ、インビザラインシステムでもパワーリッジをつけてルートコントロールをしましょうとかね、アタッチメントをつけると歯根が動くとかね、そういうお話聞くじゃないですか。でも実際にインビザラインシステム、もしくは通常の今ね主流と言われている、アライナーシステムって歯根データは全くないんですよ。骨のデータもないんですよ。歯間しかないんです。そうですよね。なので歯根は多分こうじゃないのとか、骨はここら辺ぐらいなんじゃないのとかね、もうイメージですよね、はっきり言って。なのでアタッチメントをつけて歯根を動かせみたいなことをね、お話しする先生もいるかもしれないけど、実際に歯根ってどこであるのかは全く分かってないはずなんです。予測はできるかもしれないけど、あくまでも予測しかできないと。で、この論文は何かというと、その歯根をクリアアライナーでコントロールしようと。それもコーンビーム CT のデータと大学のデータね、スキャニングの STL データをくっつけて、歯根がこの位置にあるんだ、じゃあどうするんだと、そういう論文なんです。これめちゃめちゃ面白いと思いませんか。次の世代はもう間違いなくここなんですね。クリアアライナーシステム、もう今いっぱいあるじゃないですかね、こうなんとかラインさんとかね、ね、オーマイなんとかとかあるじゃないですか。それって全部歯間の話なんですよ。歯根のデータを元にしたシミュレーションは一切立ててないとね。相手のでスキャンして、で例えば臼歯が動かさないね、小臼歯から犬歯シュシュシュッと動いてアウトカムシミュレーションってあるじゃないですか、シュシュッ。でもそれって歯根も骨も全く考えてないわけなんですね。ですけどこの先生のこの論文、去年の論文はルートムーブメントをクリアライナーでやりましょうという論文なんです。これ結構面白いでしょ、ね、でこれが分かっていると先生方のインビザライン、もしくはアライナー矯正のフィニッシングもグレードがグーンと上がりますし、プランニングのレベルは当然上がるし、なんで動かないのかなとか、動きが悪いなとか、あとどうしたら動くのかとか、なんでここでこなれちゃったのかっていう原因がどんどん見えてくるんですね。つまり今までは歯の上のところのアタッチメントがどうのとか、ね、歯間のスキャニングがどうのとか、そのスキャニングのクオリティがどうのとかいう話してたけど、誰も歯根の話してない。歯根、骨、置いてきぼりのシミュレーションなんですよ。でそれってちょっとへって思われちゃいますよね。そのお話をちょっとしていきたいと。土曜日のこの夜にね。で、この、先生が、ヴィンセント教授なんですけど、ヴィンセント教授はね、めちゃめちゃ、面白い先生で、なんで、このね、2018年、今から3年前ですか、の時に、イタリアの矯正指導、矯正歯科学会、指導って言うんですけど、そこで僕のことを呼んでくれたのかというと、この時がですね、今後こういうね、こういうスタイルの学会が増えてくるはずなんですよ。この時の、ね、イタリアの矯正歯科学会がなんとね、こういうテーマだったんですよ。もうすごいでしょ。もう初めからもう炎上覚悟の、リンガル矯正ね、拙速の矯正とアライナー矯正、インビジブルオルソドンティックね、それをリンガルとアライナーでさあどうなのっていう、そういうセッションだったんですよ。もうね、
してるんですよ。で僕は、抜歯についてリンガルとアライナーのそのセッションで話してほしいと。でこのビンセンゾ教授ね、ビンちゃんと呼びましょうか。このビンちゃんの僕の依頼がですね、もうとにかくガツンとやってくれとガツンとやってくれっていう感じで依頼が来るんです。ケンジとにかくねやってくれと、アライナーの矯正のポテンシャルを見せてほしいと。つまりなんかふわーっとね、ふわーっと終わるんじゃなくて、とにかくこう盛り上げてほしいと。盛り上げるって言ったってみたいな感じで思うんですけど、とにかくね、僕のセッションの後、これがね、もう盛り上がりすぎちゃって、その現場にいた日本の人いたのかな、あの僕の友人でもあるし、同じね、鳥の大学の矯正科の、あのプロフェッの助教授のトンマソ・カストロ・フロリオ君、ね、我々の JAO でも2回講演していただいたトンマソ先生と、その次、その僕もね、本当にすごく尊敬しているインコクリートを作って、今、ウィンシステムのね、ビーマン先生、それのセッションだったんですけど、もうバッチバチだったんですよ。こんなって指さしちゃうような感じで、僕の隣のトンマソも立ち上がっちゃって、何やらやってるんですよ。それでみんなね、こう面白いからいるんですよね。で、僕のセッションの時も、とにかく盛り上げてほしい。ガツンと言ってくれと。それで、ガツンと言って、とにかく頼むみたいな。でもバトル好きねって話して、で僕は基本あのねこう英知をね共有するというのが基本スタンスなんで、あんまりバトルしてそんな好きじゃないんですよ。わざわざね日本からイタリアまで行ってもう火つけていくの嫌じゃないですかなのであんまり火つけたくないんですけど、ただ僕が今していること、あと僕が我々のチームね、僕たちの一緒に働いてくださっている先生方、あと僕の、師匠の修復先生たちと一緒に出させていただいた論文、あと、まあ、足の矯正治療でもできませんよとかね、そういうふうにちょっと思っている先生もいらっしゃいますから、矯正の先生で。でもうちはこういうふうにやってますよっていうのを、ただそのまま正直に、お見せすることを一生懸命しますねという話をしました。で、ヴィンセンゾ教授がね、チェアだったんですよ、このセッションの。それで、もうラインナップいっぱいありますと。で、いろんなお子さんの治療に対して、ね、アダルト・インターディシプリナリー、抜歯、非抜歯、あとバイオメカニクス、いろんなセッションがあって、とにかく日本の小島はね、抜歯をバンバンやってるから、その抜歯というものがライナー矯正できないとか思ってる先生いると思うんですけど、まあ見てくださいって感じで、まあ、ぐーっとこう盛り上げるんですよ。で、この2018年の前に、2016年に僕がドイツのアライナー矯正歯科学会で、抜歯のセッション、抜歯の講演して、それもヴィンセンゾ教授が、ヴィンちゃんが見てて、おーっと、指導で絶対やってほしいっていうふうに言っていただいて、終わりました、みたいな。そしたらそういうね、ちょっとこう、初めからこう、煽り V みたいな感じのところでやるわけですね。じゃあまあとにかくやりますって形でやりました。で、その時はね、うちの熊谷先生がね、こう一緒に同行してくれて、で、とにかく写真撮ってくれたりとか、いろいろこうサポートしてくれたんですけど、とにかく、まあ、小島行きますみたいな感じで、多分日本人2人ぐらいしかいなかったんじゃないかと思うんですね。で、まあ、ラビ先生みたいなんですよ。でラビ先生もとにかく前に座ってくれて、ちょっとケンジやれと、やれっつったってみたいな感じなんですけど、とにかくやれと。でラビ先生たちもバーッと座ってくださって、1000人ぐらい入る大きい会場でですね、とにかくやりますと、行きますみたいな。それでその僕が担当するのはね、どの先生とのお話かというと、なんとあの STB ブラケット、ね、スグーゾ竹本ブラケット、まあ、日本でも有名ですよね、STB ブラケット、僕も昔お使わさせていただきましたけど、その STB ブラケット、スグーゾ先生、竹本先生が開発された、有名ですよね、世界的に有名な STB ブラケットのスグーゾ先生と僕、セッションするんですよ。で、これが、このチェアマンだったりする、ヴィンセンゾ先生ですね。
移転ちょっと検診行けみたいな行けでここら辺に恨み先生が座ってますねこの辺にねそれで、僕がお話しさせていただくんですけど、まあ、バーシーってこういうことこういうふうに考えてやってますよとで、マルチブラケットの考えとそのアライナーの考えはまあ大きく違うと、まあ、その理由はこうなんだとなので、ね、アライナーというのはただなんかマウスピースを交換するとかそういうだけじゃなくてもっとバイオメカニクスを考えなきゃいけないあとはアライナーの特性を考えなきゃいけないんだとアタッチメントが何であるのかとかあとさらに患者さんのコンプライアンスという新しいフィールドもあったりとかねマネジメントの能力も必要なんですよっていうそういうお話を40分ぐらいだったんですかねさせていただいて僕のセッションが終わるとでもうスグード先生もねすごく本当にいつもイタリアの矯正歯科学会シドでお会いすると僕にお声掛けしていただいてでスグード先生の息子さんが、まあ、実はアライナーもやってるんでちょっとケンジちょっとうちの息子にも教えてくれなんていうふうに言ってくださってアメリカの学会でもイタリアの学会でもお会いするとすごくよくしていただいてすごく感謝します。でスグード先生と僕のセッションはね本当に延長もせずに素晴らしくいい感じで終わるんです。でなんでかというと、まあ、僕がもともとリンガル そのブラケットを使ってねリンガルが好きでアライナーに行く前がリンガルだったんで、まあ、リンガルの先生をかなりリスペクトしているのもありますし考え方が分かるので、こういう風な感じでするアプローチするトルクのかけ方とかね、その歯の移動コントロールとか、そのリンガルから僕結構来てるのがあるので、アライナーのお話、リンガルのお話は結構通じるところがあるんじゃないかなということで、すごく終わった時もありがとうございますみたいな感じで終わっていくんですね。よかったと。ふーみたいなね。で、これが、ビンチャーですね。ヴィンセント教授、あとスグード教授ね、あとこの先生、このかっこいい男の人がですね、日本アライナー矯正にも来ていただいて、もう多数論文を書いているアレグレゴ先生ね、この007みたいな感じでかっこいいじゃないですか、ね。あとこの人がね、これからやばいんですよ、ルカ先生。フェラーラ大学の矯正科で F24 っていう新しいアライナーシステムを出したり、今ね、そのもうあとこれから数年で今でも有名ですけどさらにどんどん有名になります。でこのルカ先生とかねここの前ぐらいからいつもイタリアの矯正歯科学会でセッションをする時があるのでお話しさせていただくんですけどこのルカ先生の論文も講演もとても人気もあるし面白いです。こういうのがね点と点がつながっていってあ面白いんじゃないかなってストーリーが見えてくるとね思います。でまあ、こういうバックグラウンドがあってね、じゃあこの先生のちょっと見たいじゃないですか。ね、このイタリアの矯正歯科学会でこのセッションをする。いきなりこのね論文だけ見る、なんか見ると、誰これみたいな感じで思うんですけど、こういうこうストーリーがあってからね、始まると、おーとか思うでしょ。なので出るとね、ああ、出たって。ビンちゃん、ビンセントちゃん、出したらね、こんな、ちょっとこう、粋なタイトルですよね。Integrating Combing City and Virtual Model for Root Movement with Clear Life。 やるねみたいな。で、これは、まあ、読んでいただくと分かるんですけど、ここに書いてあるんですよね。Clear Aligner are not only popular aesthetic choice among the patient。 つまり、患者さんに人気のある、ね、アプローチだけじゃないというふうに書いてあるんですね。で、何かっていうと、まあ、これはみんな分かることなんですけど、まあ、すごくお掃除しやすいとか、ね、あとこう、受け入れやすい装置ですよとかね、まあ、そういうのもあるんですけど、ここに書いてあるのがですね、まずバイオメカ、ここに書いてあるのが、from biomechanical point of view。何かというと、これは、歯間にだけフォーカスしているよね、と。つまり、歯根は全く考えられてませんよね、と。まあ、こういう感じなんで。インビザラインシステムのクリーンチェックも、歯間しかないんです。これだけでしょう、と。相手のでスキャンして、歯の形態はわかるけど、歯根どうなってるの、と。骨の状態どうなってるの、と。で、これを皆さん、一生懸命なんか拡大するんですか、とか、遠心移動するんですか、とか、
こういうふうに動かすんですかと議論してるけど全く思考の話してないよと。もっと言っちゃうと矯正って歯間を動かす治療じゃなくて歯根を動かすのが矯正治療なんですよね。歯間って何も変わってないじゃないですか。歯根が歯の根っこの部分がどういうふうな位置づけにあるのとかね、それを歯根を動かすための力が加わる力点がただ歯間なだけで、目的は歯根をここに動かして工房を作っていくとかアライメントしていくわけですよね。なのでこれだけじゃダメよっていうことなんですね。でスキャニングしたデータ、ね、STL データって言うんですけど、スキャナーでね、そのデータでこういうふうに歯と歯が、歯がここね、分かります。で7番6番5番とこうセグメンテーションといって一つずつの歯を分割していくんです、コンピューター上でね。で今度はこのデータに第5のデータね、 CT の第5のデータっていうのがあるので、まあ、インプラントとかされる先生はね、第5のデータのその予測がなくてインプラントの手術だって今知ってる先生いないと思うんですけど、昔はこうパノラマでやったりとかね、ちょっとここかなとかあるかもしれませんけど今ないじゃないですか。 CT データっていうのはもうリアルサイズなんで1ミリでどうっていうのが分かりますよね。なのでそれを絶対に臨床に応用してるんです。ただ今アライナーの分野ではここでの話をしてるんです。なんかこれあと何ミリ拡大できますかとか、遠心移動後ろに起こるの何ミリできますかとか、あと拡大して平気なんですかとかね。でもここでしょと、ね、通常僕たちが例えばですよ、矯正治療もそうですけど虫歯の治療、ね、カリエスの治療の時だってレントゲンを見てエナメル質、増毛質、歯髄、根線の部分を見ると、つまり見えないところを見るわけです。ペリオ、歯周病の患者さんでおいてもそう、今は見えている部分、歯間の部分、歯肉の部分の中の骨レベルを見るわけですよね。さらに外科手術をするときとかインプラントするときもそうです。この歯のこの上の部分だけじゃなくて中を見ないとダメと。それは歯科だけじゃなくて以下でもそうですよね。レントゲンを取り、MRI を取って、CT を取って、中の状態を見て、もしくは血液検査とかを取って、中の状態でこうですねとお話をすると。表層部分だけを見て、どうのこうの話してるのってないんですよ。ですけど、今、クリアライナーでは表層部分のお話しかしてないですよね、ということなんですね。じゃあ、こういうコーンビーム CT という新しいね、僕たち患者様のデータを見ることができるわけです。そしたらこれをこの STL に重ね合わせして、でこういう状態にすればですよ、より良いプランニングが立てられますよねと、まあ、誰もが分かっていることですね。 STL データ第5のデータ CT からくっつけたとインテグレーションするわけです。つまり歯間がきれいにバシッとデータを取ることができて、で大根データ骨と足の部分、歯根の部分がガチッとくっついて、これで分析しましょうよと、まあ、当たり前のことなんですけど、今この分析をしているところはまだまだ少ないということなんですね。でじゃあちょっとこのビンちゃんの症例みたいじゃないですかね、ちょっと見してよと、この概念は分かった、概念は素晴らしいと。でもこれってデジタルスマイルデザインの DSD のチームはずっとやってますし、うちのクリニックもそれで普通に標準化でやってるんです。ですけどそれをじゃあどうするのということなんですね。でここでそのビンちゃんがですね、ビンちゃんはですね、 ナポリ大学が、独自に開発したアライナーシステム、イタリア製のアライナー矯正アニーバルっていうのがあるんですけど、ここではそのインビザラインシステムじゃなくてアニーバルシステムなんですね。でそのここに出てくるんですけど、ここに書いてあるのが発音で言うとアーニバルって言うんですけどね、ここに詳しくはこのアーニバル .com、 イタリアのね
で、このアーニバル、これはですね、非常に面白いと思います。で、どういうのかというと、まず一番初め、このビンチャンのね、患者さんにおける、この前歯の前歯の、下顎の前歯の状態、STL データだけ取ると、まあ、歯間の部分が出るけど、さっきの STL と、でさらに大根のデータを重ね合わせすると、こういう風になってますよと。見た目はこう、なんかバッチリ、なんか骨の中にこうボーンハウジングしてる感じしますよね。骨の中に入ってると、ボーンハウジングしてる感じですよね。こうやって見るとね、そう願ってほしいじゃないですか、僕たちからすると。ですけど、これも32歳の女性と、ね、でジンジバルリセッションがあるよと、歯肉のちょっと退縮があるよと、あのばっかり、この教則にね。で、まあ、ちょっとこれ見てみましょうと。どういう状態かと。そうすると、この方はですね、なんとこうなってるんですね。CT 見ると、うっと思うんですよ。ここに書いてある、まず A、Displace Lower Central Incisors、下顎の前歯の CT ですという話なんですね。で、B、Light Incisor Outside。これ右の前切歯ですね。右下の切歯。リンガルコーティカルボーンと。もう、ライトインサイザー、アウトサイドリンガルコーティカルボーンと。つまり、右下の切歯は、皮質骨の外側にもう来ちゃってますね。ということです。で、さらに C を見ると、レフトインサイザー。アウトサイドバーブッカルコーティカルボーンと、これ見ると胸側の骨から出てますよってことです。胸側の皮質骨から出てますよと。つまり見てください、これだけ見るとわからないわけですよね。中に入っててくれとみんな思ってるんですけど、実はこの状態だとしても中を見るとこうなんですね。これを見てね、じゃあどういうふうに動かすのかってことなんです。これを。もう絶対にここを拡大なんても絶対できませんよね。もう絶対に無理。で、さらに、この歯もどういうふうに拡大するのとか、どういうふうにコントロールするの、すごく悩ましいですよね。つまり、アライナーの矯正治療をする上で、STL データ、スキャンのデータだけで、ちょっとこうでしょとか、何ミリ IP があるとか、ね、ちょっと並べると、そういう感じじゃないのよっていう、そういう論文なんですね、これはね。それで、ここでビンちゃんがね、ビンセンズの教授が言ったのが、ここにね、すごくこれシンプルなんです。だ先生方も、あ、これビンちゃんありがとうと、これちょっとすぐ使えるよってことで、ここに、まず絶足にね、ここに書いてあるのが、A、これね、これですね、こっち、プレッシャーポイント、これディンプルといって、ちょっとアライナーにギュッと、このアライナーにこうくぼみを入れるわけです。ギュッとここにプレッシャーポイント、ディンプル、インアライナームーブフォースクローザートゥセンターオブレジスタンス、ここに抵抗中心があって、歯根をグッとこの31っていうと、こっちですね、これこの歯をクッと中に入れたいから、入れるにはプレッシャーポイントをこことここにディンプルで2個力を入れることによってどうなるかっていうと、ここに力が入るでしょ、クッと、そうすると根っこが入るじゃないですか。でさらにここに力が入ってるんで、こうなるから、こういうふうに動きますよね、ここがね。ぐーっと。ここだけ押すと頭が倒れちゃうかもしれない。ここだけ押すとね。だけどこっちから押してくれるんで、根っこが、歯根がギュッと入るような、プレッシャーポイントを入れましょうと。これね、わかりやすい。And create force couple of the control root movement。 B が
placing aligner for lingual root torque of lower left center in sensor。これがそうですね。これがね、まずこの B と C でこっちとこっちで逆でしょと、こちら側はちょっと大きくしましょうか。これはここにプレッシャーポイントを入れると、これがいいかな。ちょっと物で分かりやすく、こうあるでしょ、ね、で、こっからここは骨なんで、抵抗中心っていうのはこの中で、アライナーが力加えられるのはこっから上だけなんですよ。で、ここに力が加わってグッと押すとこうなっちゃうんですよ、ね、傾いて根っこがさらに出ちゃうと。それを防ぐためにここに力が加わってギュッと回してるわけですね。そういうディンプルプライダー入れて、で今度逆のこっち側はね、こうしたいわけですよ。で、こちら側から押すとどうなるかと、まあ、こうでもいいですけど、こう押すと、こう入ってくれればいいんですけど、押して、さらに上のところも2箇所、逆から、こうだね。こっちの歯は、舌側から押したいんですけど、押すともっと出ちゃうから、こう押して、出ちゃうと困るんで、押して、さらにここの部分で押して、プレッシャーポイントがあって、根っこをこういうふうに。回転するわけですね、こういうふうに。おハロー、ビンセントかな。なのでこれをこういうふうにするっていうのがすごく重要と。ハロー、サンクスアロットフォーウォッチング。なのでまずこの考え方っていうのはすごく重要で、こういうその歯根の状態と骨の状態をちゃんと理解して、それで考えなきゃいけないと。でその時に、ただ歯間の部分だけを見ててもダメよと。で、歯根を見てコントロールしなきゃいけないと。すごく分かりやすいし、あと先生方がですね、フィニッシングの時にね、ちょっとチェックしなきゃいけないという時に、すごく参考になる論文ですよね。これはね。で、こう見てください。最後。バッチリ。これ。すごくいいじゃないですか。歯間も配列されて、で、コンビニの CT で見ても、歯根がきちっとこう入ってね。で、さらに、こういうふうに骨の中に、ぎゅーっと歯根がコントロールされる形で入ってきたと。非常にいいですよね。そのコントロールをそのヴィンセント先生がまずそのプレッシャーポイントを与えながら、どういうふうに考えていくのかと。さらに歯のただ歯間を並べるだけじゃなくて、このプレッシャーポイント2つでね、歯根をこういうふうにコントロールして、皮質骨の中にちゃんと入れていってあげると。歯間のことだけじゃないよと、歯根をちゃんと考えなきゃいけないんだよっていうことを教えてくれてる、とてもいい論文ですね。で、この論文のやっぱすごく重要なところは何かというと、歯軸を変えるということは、それに付随する歯根の角度が変わって、で、骨の中のそのボーンハウジングの中に入っていく、長期安定性でも必要ですし、当然そのリセッションをしなかったりとかね、用が良くなるために非常に重要な要素ですよね。これもすごく重要なお話だなと思います。で、このアニマル、ね、そのシミュレーションソフトっていうのは見てください。歯根がね、全部あるんですよ。で、これが一番初めの時のそのシミュレーションをぐるっとこういうふうに見てる状態ね。見てください、初めの状態、こんだけ歯根がもうバラバラよっていうのがこう見えてるわけです。こういうふうにね。それに対して最後、はい、並びましたねと。これ綺麗じゃないですか、これ。ルートパラレリングがパーフェクトですよね。ナイスヴィンセント、ナイスグッドワーク。なので、この
こういう状態って今のインビザラインシステムまだないんですよ。つまりもうね、今ね、いい新しいものってどんどん出てきてて、でそういうのを我々もちゃんと知ってなきゃいけないんですよね。で日本にしかいないとなんかこうすごく閉鎖されてますから、なんかここだけがすごいとかね、思っちゃう人多いんですけど、実は世界にはもう素晴らしいものがたくさんあると。でそこから学ぶものがあると僕は思ってるんですね。つまりシステムは違うかもしれないけど、この考え方をどうやって自分らの臨床に取り入れていくのか、それがすごく重要で、このフィニッシングをちゃんと骨の中に入れていくというね、その概念を考えてやっていかないといけないと、まあ、それを、ヴィンセンゾ教授がね教えてくれてるんじゃないかなと思います。で今日はね、このヴィンセンゾ教授のこの素晴らしいね、面白い論文を、ご紹介させていただいたんですけど、まあ、この後、僕のオンラインサロンではじゃあ僕がね実際にどういうふうにしてるのかと、これはヴィンセンゾ教授の論文ですよね。じゃあ今度は僕がうちのクリニックはどうするのかと、それをオンラインサロンの方でお話ししていきたいと思います。ちょっと面白そうでしょね。思考を見てコントロールしていくっていうのは何なのかと、アライナーの矯正治療っていうのは歯間を動かす、なんか歯間ってきれいに並んでると思うかもしれないけど、実はそこの部分までもう今アプローチしている人たちもいると、その一例を、うちのね症例をこの後オンラインサロンの方で配信したいと思います。オンラインサロンは僕が毎日、いろんなトピックスを、上げてまして、オンラインサロンの先生方のご質問、わからないこと、あとは最新のトピックスね、僕のニュースとかもアップしてますんで、インビザラインの治療、アライナー矯正治療の治療をもっと勉強したいなと、うまくなりたいなと、あと知りたいなと思う方はぜひこちらに概要欄がありますので、こちらの方をご覧ください。あと、今日の内容がね面白かったなと思う方はぜひ高評価ボタンと、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただき、はい、お願いします。ありがとうございました。お願いします。聞いてますか。最後まで、ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。またね。